はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。島秀です。よろしくお願いします。いやいや、前回のドッカンバトルのガチャの動画、まあガチャしか上げてないんだけど、ガチャの動画を上げさせていただいたときに、前回のガチャの結果が非常にまずかった。なんだったら左のクリリンさんも出てないんですよ。クリリン欲しいんだよ。で、いろいろ調べると、クリリンもやっぱりね、強い強いっていうに、コメント欄でもなんかそういう風に言っていただいた、ね、書いていただいた方もいらっしゃったんですけども、まあ、クリちゃんね、またぶっ飛んできて欲しいんだけど、またちょっとね、七夕を待つわっていう、ちょっとね、生ぬるいことを言ってしまったんですが、ちょっとね、またちょっとリベンジで行こうかなと。七夕は七夕でね、狙いたいキャラクターはいるので、5周年のね、いるので、まあ、ちょっとこの生ぬるいことを言わずに、あともう最大100連だけ、行かしてください。すいません。それでは、行きます。今、7月6日の、おぉ、マジで？マジで？はぁ、はぁ、いや、もうこれ画面見なくてもいいぐらいでしょ、これ。いきなりだよ、いきなり。ぐるるってなってきたのが、ポン！終わっちゃうね。あとクリちゃんか。追うか、ちょっとだけ。まだね、10連しか引いてないので、追わせてください。いやー、あと今日7月6日、今そうです、伊予友さん。7月6日でなんかデータインされてて、やっと技属性のすげえ弱かったブロリーが極限 Z 覚醒するということですよね。あれね、データインされてたからいつからなんだろう。明日？明日ってことはないのかな。はい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 、もういらないですけどね。もうこれ虹になっちゃってるんですけど、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。まあね、30連って言ったので、あ、残り20連だけ行かしてください。まあ石ももったいないのでね。俺もすっごいいいよ、お昼の12時になってからめちゃくちゃいいっすよ。俺もちょっとね、太くて長いやつでしょ。もう今、ずっと、頂上決戦やってるんですけど、悟空のね。やっと、ステージ4をずっと、回ってたので、まあ、10枚、悟空がね、10枚集まったので、で、まあ、それで LR1 体、まあ、レベル10の作れるじゃないですか。で、またね、素材用にね、同じやつ作んなきゃいけないから、全部ね、ベジータの系譜でやってるんですけどね、なんかステージ4確率上がるっていう風には言われてるけども、本当になかなか出ないんですよね。ドロップしないというか。今のね、フリーザももういらないんですよね。あ、いいじゃないですか、この組み合わせは。放てがずっと虹だな。ああ、すごい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 。すごい。これで、2突ですね。
もう出た時あれ結構使ってたんですけど、なんかあのね、アクティブスキルのさ、あの親子サンデーカメハメハが、の演出がね、なんかこう、なんかちょっとなっていう。まあまあ、かっこいいはかっこいいんだけど、やっぱ求めるものがやっぱり多いじゃないですか、やっぱり。ああいう親子三代カメハメハになると、やっぱりハードルが上がるというか。これもいろいろあるじゃね。違うか。あ、これ徐々に変身するやつね。徐々に変身してゴッとなってぶん殴るやつか。おお、まああれですね、今379七夕特艦フェスの方にあいつをね、5周年記念ゴジータを今度こそリベンジできるように、前回が動画外でも引いてて、動画内で1200個ぐらい使って一体も出なくて、まあ、ゴジータ1体出た、あ、ゴジータじゃなくてベジット1体出たんですけど、そしたらそれを考えたら1700個ぐらい使ったのかな。なのでちょっとね、嫌な予感がしなくもないけども、タラバタということでいい引きがねできればいいかなと思います。はい、それでは以上、またタラバタドッカンフェスでお会いしましょう。バイバイ。